先ほどお見事でございました、ね、まあ、お見事も何も、予想もくそもないね。さっきから全部あのね、うん、あのもこれは、あれね、よかったよかったな、でも、はい、何にせよ何にせよね。で、キューレース、女子戦です。で、1号艇の中澤選手、さっき、まあ、前編見ていただけたら分かると思うんですけど、撮らせてもらったんで、まあ、しかもね、僕普通に逃げると思うんですよ、はい。過去スミノイで走ってるのも全部1着やし、一走からてなわけで、もう1頭のみです。おお、まあ、4軸ですね。金子選手軸で行ってます。まあ、1の2差し5の4と1の4の2差5、まあ、折り返し、まあ、これを資金配分して全部で4万つくやん。これね、金子選手があんまり期待されてないんで、オッズめちゃくちゃいいんですよ。だから結構ね、配当期待できる。これ当たった、これは。じゃあ、よろしくお願いします。はい、ね、まあ、割と1着取るっていうイメージの選手いないんで、もう消去法できました。うん、はい、俺、いや、俺は中澤選手絶対逃げると思って。あ、そう、うん、因縁の1、2、5ボックス、はい、3走連続1、2、5ボックス、抑えのダッサイ1、2、3。あ、それダサイよ。レッツゴー。嬉しい。いやー、俺さすがに5頭まではいらんと思うねんよな。腕だけで見たらな、まあ、別に抜けていいってわけじゃないからな。お願い、金子選手頑張ってくれ。そこやね、ほんま金子選手やわ。刺すだけやからね、内を。トリック3までしょ。内をスッと刺すだけよ。金子選手、内をスッと。お前ちょっと待ってくれ。僕はない。ロックやばいよ。めっちゃ伸びてるやんか。いやいや、でもそこ検査したらワンチャン4じゃない。これ1、2、3ちゃう？俺の抑えは分かってきたから1、2、4だな。頑張れ頑張れ。それは1、2、3くらいどうなってる今？さっき1、2、3。あー、まあでも順当か。さくらちゃん頑張ってる。ナイスターナイスターさすがに決めた。ナイスター完璧。いやー、これはいいんじゃない。あ、一発目か。とりあえず5000くらい出しました。あと、いやいや、もう全然4800円出しました。ナイスナイス。いや、うまい。いい抑え。信号ボックスの流れ終わったと。そうやな。うん。あの、すいません、ゴミは捨てないでください。はい。ちゃんとゴミ。これもついに回収。はい、ということで。はい、スミノイ10です。まあ、気持ちは晴れました。はい。はい、もうなんか TikTok はもうやめました。これ今日は。何も見た？1万。うん。246、金から。ガメラより資金配分して、計1万円です。はい、はい、僕は結構違くて、まあ、堤選手は、まあ、スタート決めてくれる前提です。インコース逃げてくれる前提で、村上選手そんな差し得意な選手じゃないのと、あと石原選手ちょっとスタート遅れで握った時に、まあ、2コースの村上選手残らないんじゃないかっていうので、1の346の差しろ。ただ1の6に関してはもう4勝ってないです。3、まあ、あくまで、石原選手期待で、石原選手がまくり出しとか失敗した時の146は勝ってます。142を勝っときたかったなっていうのはあります。あと3頭石原選手、まあ、石原選手と心中します。気合入れていきます。レッツゴーですよ、ね、4点やった。4点やったら5000割は全然ありえない。ブリブリやってた。まあ、まあ、ブリブリやったら、まあ、まあまあまあ、よし、下の茶谷選手遅れてる。大丈夫かな。ちゃんと乗り返してな。石原選手、ちょっと遅れ遅れ。はい、大丈夫。いや、いいね。スリットルーツはこれでいけてる。これでいいね。で、石原選手、頼む石原選手、しっかり握って、しっかり回ると。もう1応2や。ちょ、待って、1応2はやめて。1応6でいい。ほんまに1応6でいい。1応6で来てくれ。お願い。おうよ。ちょ、待って、あかん。俺、ほんまにそれあかん。1応5はやめよう。いや、大丈夫。食べて。ほんまにお願い。うわ、すげえやん。なんなんこれ、どうなってるの。ほんまに分からへん。多分2着はよ、とりあえず3着は分からん。3着これ2っぽいな。あ、いいやな。うわ、もう最悪や。待って、俺が言ってた一番嫌なとこやねんけど、これ。いいや、どうなるか分からん。これあ、いいよ。うわ、もうほんまにや。もうそれだけはやめてほしかった、ほんまに。最悪や。大失敗や、これ。もう腕なさい。そう、めっちゃ焼ける。これ一応の場合だけは俺3回見て頼む。
え、刺せほんまに刺してくれ。刺さってるやん。刺す、よし、よし、ちょ、ほんまに頼む、ほんまに刺す、お願い、これでいって、ちょ、ほんまにお願い。うわ、なんで俺一応の兄さんになってないんやろ。お願い、一番先生、俺大、めちゃくちゃ期待してんねん。よっしゃ、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 めっちゃほんまに嬉しい、ほんまに嬉しい、めっちゃ上がった、完璧。よっしゃ、石原選手ほんま愛してる、めっちゃ嬉しい、あざっす。いやもう本当に助かる、いいね、どれか走れるやん。いや久々に、久々に取れてる。あと2レース走り切れそうやな。走り切れるわこれ、体力つきなさそう。よかったよかった。あと、大事な落とし物も取り返せそう。ほんまやな、よかったよかった、嬉しい。あ、でも風景に質屋誘われた時なんで勝つわ。ほんまやな、うん、あざっす、ナイス。はい、てなわけで選手です。よかった、さっきのもよかった、石原選手と心中してよかった、大成功。なんか取り返せそうやな、なんか取り返せそうやな。もう下手したら取り返してる可能性あるけど、多分あとちょっとじゃん。俺もちょっと足りてないって言うから気するな。ここは攻めの手は緩めたな。これはちょっと攻めの手をもう緩めました。はい、あ、これで正直剣です。はい、なもう下手したら安い、多分13円と思うし、うん、うん、で、13、5、6買いました、3ずつ。あー、いいね、剣6円。い、あの、一緒です。1の3号の、ニサゴロ、ん、そうやな、1の3号のニサゴロの6点、これを計55,000円で、一番来て嬉しいのは153が156、153が156が一番。レッツゴー、滝沢選手に完全に、うん、番号に沈めてもらって頼む。もうここはちょっと優勝戦に向けてちょっと怖いな、ポンポンと当てたい。いや怖くはないよ。何がイングは逃げるよ。いやとりあえず大丈夫、大丈夫、いった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 、よっしゃ、で頭叩け、ほらいった、これ1番まである、1番まである、1番まであるぞ。いやもう流れるわこれ、それ最悪やわ。うわ、そのレースメンバーはないわ、最悪。うわ、今のはないわ、滝沢選手でも攻めた結果やけど、うわ今の最悪や。そうなるんか。はい、ラスト優勝戦、長い戦いが終わるね、これで。今日何レースやか、何レースかおった、俺は5レースかい、4レースか5レースかおるな。じゃあ5レースからや、じゃあ8レースやった、5、6、7、8、9、10、8レースやってるわ。3日間で毎回8レースやった、24レースやった、24レースやりました。集大成、いいこと言うな。ああ、その通りでございます、はい、もう集大成です。はい、俺は昨日の夜からもうこれしかないと思ってました。嘘つけ、言っとったらああ、まあまあそうやな、会場な、確かに確かに、うん、1点です、ここしかありません。はい、1、2、4、はいよ、すまん、ごめん、いいんじゃない、もう大本命、もうこれしかない、秋山推し。はい、僕もまあ勝ってるんで、とりあえずただね、1、2、4、もうそれこそ風知買ってくれてるし、もう大本命5倍とかなんですよ、那須、武田選手、那須選手、秋山選手。僕ちょっとそこ変えなかったっす、というのも那須選手ちょっと相性悪いんで、まあね、簡単に言うと坂浦並みなんですけど、なんで僕那須選手2着で買ってんのは1、2、5だけです。で、1の4の2、5、1の5の2、3、6、まあ5号艇の金子選手めっちゃ良くて、ただまあ金子選手行った場合は、まあ、秋山選手残らないんじゃないかっていうので、まあ、秋山選手のスタート不安での1号なんで、まあ、ただもう決めてくると思います優勝戦で、14の2号これ足してます。なんで14の5が多分一番張り的には熱いです。レッツゴー。もうこの水曜日の、日曜日の優勝戦のこの熱気久々やん、これみんな声出るんよ、うん、俺らの声多分聞こえない、そうやな、お前だけ特別のせいから聞こえるかもしれない、そうやな、あの声が通るって言って、これはな、マジでな、盛り上がるんよな、みんなのともにみんなが終わってますから、コロナ禍なんやけど、そうなんや、感覚は保ってる、うん、そうじゃあ、びっちりやけど、頼む、ほんま普通に頼む、秋山さん、頼む、よし、よし、よし、武田逃げた、武田逃げた、次よ、よっしゃ、秋山決めた、秋山決めた、1、2、4やろ、これはもう1、2、4やろ、1、2、4やろ、いや、でもこれ、
秋山選手、こっから上手いよ、一瞬にマーク、内から入ったと、このターンが上手いからな。一応、いやー、ステージ長いんだこれ。一応、これはもう、これはもう、ほぼできた、ほぼできた、ほぼできた。これしかない。まあまあまあ、まあ、これはもう納得いくわ。これしかない。これは別に俺も納得いくわ。選手を送れるかどうかっていう。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスー。 YouTube でやりたかった。ナイス。やっぱこれはいや、ナイス1点や。あの自信あります。はい、おめでとう。まあ、プラスになったと思う。そうやな。うん。絶対、まあ、2人ともプラスで終わりたい。久々じゃん。うまいな。うん。いや、ナイス。おめでとう。ありがとうレッツゴー。はい、お疲れ様でした。ナイスレース。なんかすっきりしたな、なんかすっきり終われたな。最後はもうほんま集大成やったと思う。いや、ほんまやな。なんか詰め込んだな、この墨の絵のこの節感がほんまにまとまった最終レースやな。やっぱ最後にちょっと分かれるのって結構取れんねん。まあまあそうやな。って言っとこうか。ありがとう。まあ逆に最終的に取ってくれててよかった。いや俺は自信あった。まあもう通過取ったもんな。もう始まった瞬間変えました。変えたくなかった。まあ勝ち金額分かんないっすけど、多分俺340は勝ってると思う。俺は多分2万くらいかな。そうやな。多分俺 YouTube やってる。あ、そうかそうかそうか。俺ちょっと関係ない人や。あ、ほんまや。あなたたち YouTube での収支ないわ。 YouTube の収支ないわ。でもまあ今日買ってると。また結局俺はこれを持ってとりあえずネックレスを取り返しに行くと。はい、よかった。ありがとう、誘ってくれて。ありがとう。困った時はフーチの視野やな。俺の視野じゃん。困ってる時は俺が視野。まあでも嫌な時今日ちょっと嫌だし。まあでも勝ったから勝ったから。まあひどい疲労とその前と結果残して取り返すなってるのがマジでかい。払拭できたな。俺多分全額は戻ってきてないけど、まあでも大半いいでしょう。うん、取り返した。ありがとう。ありがとうございました。お疲れ様でした。飯食いに行こうか。行こうか。レッツゴー。はい、ということで、はい、お疲れ様でした。完勝完勝快勝でございます。このムーブ、スチアムーブは勝てるよ。勝てるんやな、なんか知らんけど。やっぱこれぐらいギリギリにならなあかんのか、うん、こう研ぎ澄まされんのかな。そうやな、そういうことやろ。限界じゃないと、うん、まあ、ね、真似しない方がいいと思います。そろそろ。はい、取り返した分で取り返していきます。取り返した分で取り返します。取り返した分で取り返します。どれちゃん20ういあー嬉しい。もらってきた。かわいい。嬉しいっす。まあ、手の方はまあ足りてない、ちょっと。あ、そう。勝ち金が。やから。よかったね。まあまあ、とりあえずはこれで、いきたいと。よかったっす。よかった。あとはまあ、黄金騎士で。腕の分は取り返すわ。あとは黄金騎士で。ありがとうございます。というわけで、ちょっと、飯行ってきます。買ったんで、祝勝会してきます。じゃんけんするか。ここでじゃんけんするか。どっち、どうする？勝った方が出すことにする？負けた方が出す。普通の勝負でいこう。負けた方が出す。負けた方が出すか。いいぞ。でも勝った時はね、じゃん。いや、勝ち切った。勝った時は。そうやな、勝った方やけどな。俺でもほんまそんな勝てんから、多分飯食ったらマイナス。だけど、そもそも、まあ、この話はさ、いけない。最初はグー、じゃ、ほい。くそらーくそらー負けたー。まあまあ、これは気持ちよく、気持ちよく出したいと思います。気持ちよくいただきます。はいっす。もう内臓はそこで出すのや。内臓出してなかったの、これ。内臓出してるって送っとかなあかんの。あれがすごいよ、他的に。君を三択じゃん、ほんまに。まあ、それ三択が分からんねん。うわ、これやばい、先まで。3や。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。ええ感じでしたね。はい、ということで、前回サボってたコメント返しのコーナーやりたいと思います。はい、じゃあ前の動画からいきます。はい、この流れは初めてできましたが、1番名前覚えてください、2番名前覚えなくていいです、3番何もありません、4番リアルにめっちゃ負けてます、5番今節無敵中、6番一発逆転からの
7番船健太にケツよろしくです。8番どんどん動画アップして、9番私のお店に撮影に来てください。依頼料ほんの少しですがお支払いしますと。10番いっちゃってろ。はい、ということで呼んだだけですけど、何なんすかねこの流れ。もう毎回これでいきたいですね。はい、ということで、これはどっちのコメントか忘れましたが、人として風痴とは付き合えないな、うっせえわ。はい、ワンフォール乱してからボートレースに興味持ちました。風痴くんの、顔も声も好きです。部屋はやばいですと。大好き。はい、これよ。前回前々回のクソ協定おもろかったけど、今回は資金作りがクソすぎて笑った。あ、大好き。ワンホールはやっぱり面白い。次回も楽しみ。大好き。おめでとうございます。ところで給料日まであと1週間なんですが、残金5000円です。極貧性がすれば余裕なのですが、協定で一発狙うべきですか、ガロでボロ負けした残金ですと。一発狙いましょう。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。ね、最後にこうやってコメントを返しを一応しているので、まあ毎回最後まで見ていただけたら嬉しいですね。ということで、チャンネル登録高評価、まだの人はマジでこれお願いします。チャンネル登録高評価お願いします。じゃあね。